ナンガールズのマリコです。今日はよろしくお願いします。今日は豊見城市にやってきました。今回はですね、豊見城市宇治染め協同組合様からのご依頼です。宇治染めの良さを皆さんに広めたいのでお聞かせお願いしますとのことです。マリコちゃんは染め物とかって経験あるの？染め物ちゃんとしたのはないんですけど、小学生の時に一回体験でやったことがあります。あ、そうなんだ、はい、楽しみ。今日はどんなことをするのかな、楽しみです ね。場所は道の駅豊崎の中にございます。それでは行ってきます。お疲れ様です。愛を乗せて島を走ろう、ラブネッツ沖縄、ネッツトヨタ沖縄。ITQI 4年連続三つ星受賞、ザンパプレミアム。せーの、おきかつ。おきかつのユミです。マリコです。豊見城市宇治染め協同組合の永山です。副理事の高安と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のご依頼を教えてください。はい、宇治染めの良さを皆さんにお伝えしたいと思いますので、手伝いよろしくお願いします。宇治染めっていうのはどういうものなんでしょうか？はい、サトウキビの葉と花穂で染めた染め織物になります。ご覧いただけますように、宇治の優しい色合いが特徴となっております。ピンクもあるんですけど、ピンクのものもサトウキビで作られてるんですか？ピンクはあの花穂と申しまして、ススキみたいなお花が咲くんですね。あちらから染液を取って染色しております。花からはピンクが取れるんですね、はい、知らなかったですね、すごい鮮やかで可愛いです、では何からお手伝いしましょうか？はい、今回は宇治染めを体験していただきます。はい、まずは最初に畑の方に行かれて、サトウキビの葉の収穫をお願いいたします。わかりました、よろしくお願いします。頑張ります。お企画のユミです。マリコです。宇治染協同組合の理事長のマジキナと申します。今日はありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。皆様から宇治の葉どうしてるのって尋ねられるんですが、はいはい、その方をご紹介いたします。サトウキビの葉っぱをいつも提供していただいております。遠山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあのその分だけ残してあります。ありがとうございます。今日のために。今日のために。葉の部分をいただくということですね。では宇治畑の方でしっかりと体験、はい、刈り取りの体験をお願いしたいと思います。はい、頑張ります。頑張ります。ではレクチャーします。まず宇治のここ、はい、しっかり持ってもらいます。はい、持ってまいります。はい、
ちらの大きな鍋に、はい、ですので、はい、これを取っちゃってもらっていいですか。はい、じゃあ、あちらの鍋の方まで、じゃあこの葉っぱを鍋に入れてきますので、はいはい、入れてください。はい、ます。これは煮出すことによって染料が出るんですか。はい、大きな鍋で大体2時間ぐらい煮出して、はい、染液を作っていくんですね。これ葉っぱの量とかで色が変わったりとかするんですか。量もそうですが、あと取る畑とか時期によっても色が変わってきます。そうなんですね。一回一回ちょっとずつ具合が違うんですね。そうですね。すごーい。では先ほど切りましたサトウキビの葉っぱ煮出してるんで見てみましょうか。はい、はい、じゃあ開けます。おー、すごい色出てますね。しんなりしてます。いい香りが、匂いが、なんかお料理に慣れてきてる匂いになってるんですけど、酸味のある香りですね。いい匂い。いい匂いね。これでどのぐらいの量のものができるんですか。糸だとちょうどこの綺麗ですけど、これはもう染まってる糸なんですけど、はい、この糸で 2250m、はい、2250? 、はい、あります。 2250 ではなく2000ですか。はい、30束ぐらいを一度にこの鍋で染めることができます。そうなんですね。それはもうすごい量ですね。す、はい、触ってもいいですか。あ、どうぞどうぞ。うわ、素敵。あ、すごい、結構細身の糸なんですね。これは縦糸に使ってる糸ですね。すごい、これ伸ばすと 2250m にもなるんですね。はい、そうです。これを30束も、30束ぐらいを、はい、ここだけで染めることができます。メッシュサポートはおひかつを応援しています。せーの、おひかつ。そこは夢を語る隠れ家。アメリカのロボットと草原を走ったりとか、世界中の体験をするために世界中のいろいろな人と体を共有したいと思っている。時代の波を起こせ、泡盛残波。お疲れ様でした。次は鬼の体験の方をしていただきたいと思います。はい、はい、この体験はどういったものを作れるんですか。掘り体験は、コースターしおりを、はい、体験していただくことができます。素敵、楽しみ。どのくらいお時間がかかるんですか。しおりだと大体10分15分程度、コースターだと30分程度。あ、すぐ作れるんですね。結構間近で見ることってあんまりないんですけど、すごい複雑な感じですね。私たちでもできますか。はい、大丈夫です。基礎的な織りのものになってます。へ、はい、そうなんですね。おお、すごい、すごい。私小旗の一部入れて叩いて組み替えて叩いて、面白そう。で入れる。そうですね、これを繰り返す。すごいな、楽しいですね。叩いて、で足を組み替えて、できました。しおり完成しました。し、ね、教えてくださる方がすごい優しかったんで、ね、つきっきりで教えてくださるから、はい、すごい楽しかったです、ね、ちょっと失敗しても1回分やり直したりとかできて、それも、ね、やり直しが効くっていうのがまた安心ですよ ね。それにちょっと失敗してもそれがまた味になるっていうのがすごく特徴だなと思って、ね、大事に使いたいと思います。私たちが使っている色差しの体験なんですけれども、さんが煮出しをした後の液でこれを、はい、ウージ染めの布を染めたんですね。綺麗、はい、で染めた布に顔料でもって色づけをします、はい、ナセンっていうんですけれども、はい、ウージ染めのオリジナルの型紙があるので、それを利用してぜひ体験をしてみてください。はい、楽しみです。楽しみです。お願いします。できました。楽しかったね。楽しかったですね。すごい夢中になっちゃいました、ね、グラデーション、私はグラデーションにちょっと挑戦してみたんですけど、どうかな。こことか3色使って、3色使ったんですか。すごい綺麗。すごい楽しかった。そうなんですね。マリコちゃんのもすごい可愛いよ。そうなんです。私は四隅にちょっと別の型を使って、うん、半分だけやってみました。そうなんです。ちょっと大きさが違うんですよ、真ん中と。本当だ、可愛い。可愛いですよね。すごい個性が出てるかな、うん、特徴が出てるかも、ね、今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがでしたか。あっという間で
体験をさせていただきました。お店に入った瞬間がこの色鮮やかな商品たちが並んでいて感動しました。こんなに綺麗な色で、それもいろんな商品があるんですね。これはあの家族で体験して思い出作りもいいですし、母の日のギフトなんかにもいいなって思いました。今日の折り体験とかもさせていただいて、あの最初すごい本当に難しそうでちょっとできるかなと思ったんですけど、不器用な私でも結構だんだんやっていくとできるようになってすごい楽しかったです。染めもすごい上手だった。染め楽しかったです。はい、ウイ染め協同組合の方からのお知らせです。では原道さん、よろしくお願いします。はい、4月の第4日曜日に、サトウキビの日というのが選定されています。その日にウイ染め協同組合では、全商品2割引きで、全商品抽選会があります。ぜひお越しください。すごいお得。こちらでそのまま直接来店すればいいですね。こちらでなってますので、うわー、これはいいですね。ぜひお越しください。今回、宇治染めからおきかつをご覧になっている方にプレゼントがあります。ありがとうございます。色差し体験、コースターの色差し体験の無料券を5名様に。わー、5名様に。本当に楽しかったので、ぜひご応募はこちらまで。お待ちしております。今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。この番組はご覧のスポンサーの提供とおきかつサポーターズの皆さんでお送りしました。愛を乗せて島を走ろう。ラブネッツ沖縄、ネッツトヨタ沖縄。